ターゲット。あと、お前、あ、そういえばお前、子供もアンチじゃなかったっけ？娘ね。娘アンチだったの。娘は、お前。娘は全然アンチじゃないね、正直。娘大好き。あ、まあでもそうか。今やね。今やそうだよな、あの時は。今やもう、それが、現実のものになった。そうだよね。前はだいぶ娘アンチだったよね。確か、1年か2年ぐらい前話した時は確かそうだった気がする。当時はね、まだ子供がいなかったから。今もいないだろ、お前。何が？今も子供いないだろ、お前。あ、もう自分の子供のつもりになっちゃってるわけだ。うん、いるよ。いや、いない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 。いないよ。いや、お前のことパパって呼んで懐いてはいるけどね。あれは、その、お仕事上、だからね、役だからね。この前、ついに、いよいよ、何将来パパと結婚する的な、だからそれの現代版だけど、どういうこと？言われたのよ。現代版？やばくない？ついに。パパと結婚するってその娘に言われたら嬉しいやつだろ？エマちゃんが、パパかっこいいから LINE したい。俺も嬉しくて。それ今の現代。嬉しくて。すいちゃん、その、パパかっこいいから LINE したいわ。パパかっこいいから結婚したいの現代版なの。いや、もう時代進んだなと思った。俺嬉しくて。ちょっと違くない？結婚したいは別に、いつの時代になっても、その、パパと結婚したいは、色褪せなくない？変わらなくない？いや、だって、当時さ、そんなこと言いながら、また少しずつ大人になったら違う人と結婚したいって言い出す。うんうんうん、わかるよ。これはね。それが寂しくもあり、嬉しくもあるみたいな、ね。そう。で、実際今ちゃん、じゃあ LINE しようよって言ったら、うん、まだ4歳だから LINE ないって言われたの。うん。あのね、この、LINE を手にした頃になったら、また違う人と LINE したくなってんのよ。このメカニズムが完全に一致してんの。あ、まあ、だったら現代版かと言われたらそうではない気はするけどね。いや、でも嬉しかったね。まあまあまあ、よかった。お前が嬉しかったならね。それが役にも影響出てくるだろうから。ジーンと来ちゃったね。まあよかったよ。なんか楽しくそう過ごせてんなら、親子の絆をこう、作れてんならよかったよね。うん、ごめんね、娘の話をちょっと。いや、全然いいけど、現場でそうなってんなら全然いいことですよ。